白衣駅は石川県白石市川原町にある西日本旅客鉄道7号線の駅である。特急列車は過去に輝きが通過していたが現在は全ての列車が停車する。事務官高度は54万1812。かつては東駅から北陸鉄道の都線が3名まで伸びていた。また、氷見線を氷見駅から東駅まで延伸する計画があった。 ホーム東口単式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅。駅舎は西口と東口の二つが存在する。西口は古くからあり、単式ホームの一番乗り場に面したコンクリート平屋建てで事務室などがある。駅舎と各ホームは古戦橋で連絡している。緑の券売機プラス設置駅。 かつては、七尾鉄道部管理の直営駅であったが、西口は、JR 西日本金沢メンテックが受託する、共務委託駅、東口は、白衣氏が受託する簡易委託駅となっている。2021年3月13日から、愛子家等の全国総合利用サービスに対応した、交通系 IC カードが利用可能となっている。列車運転指令上では、一番乗り場が、 下り本線、2番乗り場が上り本線、3番乗り場が上り1番線となっている。ただし3番乗り場は下り方向への入線、発車にも対応しており、実質的には上下副本線としての役割を担う。通常の発着には1番乗り場と2番乗り場が使われる。2019年度の1日平均乗車人員は1274人である。 石川県統計省及び白石統計所によると近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り、駅前の白駅石温石造駅周辺は白石の中心地である。特急、サンダーバード、のとかがり花嫁のれんの隣の停車駅は各列車記事を参照のこと。ありがとうございます。